ハイアイルは基本的にとても平和だし、ここが好きだ。本土の混沌を忘れ、ゆっくりできるから。この島の気候は独特で、あらゆる種類の奇妙で美しいものを育んでいるわ。朝の後ろに乗って大切な荷物が届くはずだったんだけど、来てなくてね。我々がどうしていないと人々に信じさせなければならない。遠い昔、私たちドルイドはタムリエルとその苦しみを後にしたの。でもここで私たちの古き道は生き残った。騎士は持っている武器ではなく、誰と共にあるかで判断されるべきだと思っているわ。こうして島の燃える心臓が見えると、自然の秩序の雄大さと力がわかるだろう。自然の均衡が崩れてるんだ。嵐、そして炎が古き体制を打ち倒すだろう。こんなにさ、クエストが面白いって思えるゲームなかなかないのよね。おや、結構もらえるな。おい、そこの人、命か宝石か、金をよこせ。そうすれば検索を受けることはない。クエスト？シエルフだね。武器を渡せじゃなくて、財布を渡せばやめてやるだった。金だよ、もらえないか。頼むよ。頼む？ああそうだ、お前にはゴールドがあって、こっちにはナイフがある。渡してくれればお互いにこのまま帰れるぞ。私もお前を刺さなくていいわけだ。その方がいいと思わないか。誰かを脅すのはこれが初めてなのか。そんな下手だったか。ああすごい下手だった。まあどうでもいい、武器を持ってるのはこっちだ。だから宝石を渡せ。ヒントをやろうか。なんだって、助けてくれるのか。よし、いややれるならやってみろ。今のはどうだった。これを試せ。金をよこさなければ足の爪を一本ずつ吐いてやるさ。足の指？やだ、やめてくれ。私はもう行くよ。それがいい。この場所はお前のものだ。私は船に戻って自分の席を返してもらう。こんなことより海賊の方がずっとマシだ。さよなら。邪魔をして悪かった。ついてこないでくれ。変なマオマオだな。ちょっと道間違ってた。こっち側に行くんだった。これだな。大丈夫か。母さんが俺のことを心配してしまうよ。あ、お前か。よかった、助かったみたいな。さあ逃げなさい。ターバのくちばしにかけて、足の感覚がなくなってきたところだった。この者の爪でも根を切れなかった。どうもありがとう。逃げなさい。さてと、フォレストレイスを倒す。すぐには出てきて来なさそうだな。にしても綺麗。
湧いたね。あ、そういうことか。一緒に行くよ。やってんだ隣の。グルメの探検、いいね。欲しかったやつ装備したかな。あとここだ。またなんか別のいる。持ちつ持たれつの関係だっただろう。なぜ助けようとしてるのか自分でもわからない。リスは地面を叩いている。何があったの？このうるさいリスに言ってくれないか。感謝や謝罪をするつもりがないなら構わないでほしいと。君の言うことなら聞くかもしれない。何をしてるんだ？このリスが家を奪ったと言って私を責めるんだ。傲慢にも程があると思わないか。あれだけ尽くしてやったのに私を責めるなんて。リスと話せるのか？話す？自分を弁護しようとしても一言も聞いてもらえないよ。まあ彼女は話をよく聞くタイプじゃない。驚いているのが不思議なくらいだ。何があった？彼女がフクロウの襲撃でパートナーを失った後、私は種や木の実を置いていくことにしたんだ。だがもう何ヶ月にもなるのに一度も感謝の言葉をもらっていない。だからやめた。そうしたら尻尾を逆立てて怒るんだ。多分盗まれたと思ってる。なるほどね。リスに見つめられている。私はドルイドだ。自然の番人だぞ。ウェタじゃない。なぜわからないんだ？何をしてるんだ？このリスが家を奪ったと言って私を…ずっと言ってくるな。リスは地面を叩いている。どうしてやったらいいのこれ。これどうしてやったらいいの？これはただ見せられるだけなの？そうみたいだな。どうやら
フェニックスモスの奇跡か。あ、違うの。フォレストレイズの爪。クラスアビリティにクリティカル率がなる。面白いスキルだよね。スキルというかセット。この辺りにいるはず。あれ？謎かけの場所。これか。あったぞ。見たことある？キコ。ご主人がずっと前に隠した宝物はこれ？どれ？宝を見つけたら餌をやる。宝だ。こだわってんのか。それで？それが例のやつ？闇のランタンを見つけた。本物なのね。伝説にある通りだわ。信じられない。やったわね。せめてあなたに一杯おごらなきゃ。報酬も約束してくれたよな。そういえばもちろん覚えてるわ。私は海賊だけど約束をたがえる真似はしない。ただ資金を確保したいの。それだけよ。キコが役に立つかも。とりあえず闇のランタンは持ってて。バステリの酒場で会いましょう。分かった。バステリの酒場で会おう。闇のランタン、これか。ドルイド起源のランタン。船を霧で包み敵の視界を奪う。これが売れたらめっちゃ高そうだけどな。一回戻ろうか。じゃあまずはここだな。あ、酒場が近い。シーエルフの海賊たちは日々ずうずうしくなっている。いつになったらモーナード家は。いつか奴らもラズに飽きるんじゃないか。ラズ、このものはそう願おう。こっちよ。まずは仕事の成功を祝って乾杯しましょう。そこにいたか。これはキコの謎かけ。あ、なるほどね。それはおごり。さあ、ジョッキを手に乾杯よ。よし、乾杯しよう。本当大丈夫だろうな。よし、乾杯。闇のランタンに、冒険に、根こそぎ奪った戦利品の数々に。じゃあ、仕事の話をしましょう。うん。ああ、これが私が求めていた海賊の生き方。自由、飲み物、いい仲間。
果てしない水平線。そうそう、私の略奪品を持ってるんでしょ。約束した闇のランタンだ。ターバの赤い羽にかけて。信じられない。財宝が本当にあったことじゃなく、キコと私が頭を絞って仕事を終えられるなんて。もちろんあなたの助けがなければ無理だった。約束した報酬よ。ありがとう。いいんだよ。宝を見つけたらキコは旅立つんじゃないかって思っていたけど、私についてくるみたい。よかったわ。私たちだけなら物事はいい方に向かいそうだもの。でこれからどうするんだろう。アナザ、この一杯を飲み干す以外で。そう、見当もつかないわ。あのあぶく銭を使い果たしたところだから、まずは船を確保しないと、うん、それもちょっと独創的なやり方でね。まだ船長と船員の復讐を計画しているのか。殺されたのがあいつらじゃなく私たちだったら誰も気にしなかったはずよ。でしょキコ。復讐が必要ならいずれ機会がやってくる。今私が欲しいのは船だけね。なるほどね、それがいい。シストレス諸島でイレス・マウルを探せ。彼は一等航海士を探している。本当？うん、助かるわ。一等航海士、大出世じゃない。聞いたでしょキコ、私たちは誠実な海賊として名を上げるのよ。闇のランタンをどうするつもりだ。それで私たちにふさわしい船を探して、闇のランタンを使って心ゆくまで略奪する。いつも夢見ていた生活よ、うん、海の上でまた会うかもね。と言ってもあなたからは見えないでしょうけど。そうか。じゃあね。霧に包まれてるからな。元気でやれよ二人とも。あとこの人だ、フーコー・ピエラン。おお、すまないが、バステルブランデーを探してるなら他を立ってくれ。これは人気の品だから誰にも売る気はないよ。シェフラジーズに頼まれた。バステルブランデーを手に入れたい。もう言っただろ、うちのヴィンテージを売るわけには。待てよ、シェフラジーズだと。あのシェフラジーズ有名なの。ショーンヘルムの友人は彼が人生の道に風味を敷いてくれたと言ってた。その人がガレンに。彼は今路上で実演しているぞ。路上でホームレスみたいに。それはいけない。彼がウェイレストに来た時はマラヤ女王が出迎えたと聞いてるぞ。そんな有名人だぞ。ウェイル全土で最も独創的なシェフなんだ。マジか。そんな人がうちの上等なヴィンテージを買うのにみすぼらしい雇い人をよこすなんて。おい、言い方気をつけろよ。そうなのか。ではブランデーのボトルを手に入れられるか。いいだろう、お望みのボトルを売ってやる。だが私の辞書で個人的に高級料理を振る舞ってくれるようシェフラジーズを説得してくれるなら無料でくれてやってもいい。わかった、シェフラジーズを説得して夕食に誘ってもらおう。期待してるぞ、めったにない機会だ。逃すわけにはいかない。さあシェフのところに戻っていいように話してくれ。そのボトルは注意して扱えよ。ああ任せろ。そうか、ラズがいるんだった。報酬もらっとこうか先に。よし、終えたぞ。その匂いからして仕事はうまくいったみたいね。わかるのよ、何せ私が嗅げば。いや、なんでもないわ。どうだった？ルランシャラのあらゆる場所にチラシを貼ってきたぞ。素晴らしい知らせね。いつ応募者が殺到してもおかしくないから備えておきましょう。ないと思う。あなたへの報酬も支払うわ。おかげでサベージシストレスツアーは実現に一歩近づいた。頑張って。あなたくらい冒険好きの訪問者がもっといればツアーも大盛況だったのに。残念だけど今は何の依頼もないの。明日また来てみて。うん、明日また来るよ。お前に仕事を任せるときは
幸運のスプリガントーテムを置いておく必要もない気がするな。いいことだ。あのトーテムはどこかに置き忘れたみたいだからな。じゃあ置けないじゃないかよ。フォレストレイスを倒して助手を救出した。依頼人の涙で濡れたローブをようやく乾かし終えたよ。依頼人は喜びのあまり私にすがりついて泣き崩れてしまって、息子さんに引き離してもらわねばならなかったんだ。まあ私の君への感謝はもう少し控えめな形で表現させてもらうよ。その方がいいだろ。そうだな。泣き疲れてもな、おっさんに。やったんだな。空気が静かだし、あなたは満足そうにしてる。火山の裂け目は妨害できたよ。素晴らしい。あなたに頼んでよかったよ。ありがとう。おかげで少し余裕ができたな。いつかこの脅威を永久に根絶できるといいんだが。さあ受け取って、ストーンロアサークルからのお礼だ。よくやってくれた。とりあえず事態は落ち着いたよ。今は休んでくれ。またあなたの助けが必要になったらその時は知らせる。うん、その時は言ってくれ。まあ明日だけど。どれどれ。手がかり。いいんじゃないの。お、グルメのムンダスか。別に崩さなくてもいいんだったらこのままにしとこう。ロック。闇のランターンの方当て。ムンダス。路地裏グルメセットだな、これも。これも一応ロックしとこう。追いはぎはフェニックスマスか。じゃあ、崩しちゃう。いいじゃない。進歩は遅いが着実だ。こんな真夜中にまだやってんだね。火山の食材に焼き色をつけるには熱以上のものが必要だ。それでこれ何。ああ戻ってきたか。戻ってきたよ。ちょうどいい時に来た。私の花は方向を知る役には立たないが、風に漂うペッパーの匂いとくすぶっている肉は嗅ぎつけられる。ブランデーも買えたか。ああ頼まれた材料揃えた。おお、ゼートの涙にかけて目からも涙が流れている。試食の準備ができているといいが、何週の月のアリクルよりも暑いぞ。さあちょっと下がってくれ。ガーレンの街路に風味を届けよう。どれ。まずこのステーキにいい焼き色をつける。匂うだろう。そうさ、匂うだよ。次にブランデーを加えてソースを作る。わあ、この煙を見ろよ。そして今度は膨れたペッパーを投入して熱を加えたら、おー気をつけろ。燃えた。燃えたけど逃げちゃったよ。水ぶっかけて消すんかい。ちょっとこれは予想してなかった。だがいい勝になったな。ダメだろぶっかけちゃ水を。いいか、眉毛を何本か焦がすくらいでないと世界で一番スパイシーな料理は作れない。少なくとも私はそう言ってきた。今まで試した真のスパイシーなレシピでさえそれが偽りだとは証明できなかったぞ。だから左の半分焼けとしてんのか。スパイシーだったんだろうな。料理が台無しになっても動揺しないのか。ターバの慈悲にかけて、まさか。技を極めるためには限界を追い求めるべきだ。失敗して指を何本かなくしてもいい。そうでなければ何も学べないからな。指は失うな。次はもっとうまくやれるさ。その次はさらにうまくいく。ではまた料理を作ろうとするのか。そうしなきゃ無駄になってしまうだろう。
私はお前が持ってきた材料からサンプルを使っただけだ。レシピを改良してまた作るための材料はたっぷりある。なるほど。シェフラジーズはこんなに屈しないのさ。なるほどね。忘れる前に言っとく、ブランデーと引き換えにフーコーピエラーンが夕食を作ってほしいそうだ。この親切に私ができるせめてものお返しだな。では彼に会いに行こう。ガレン風のステーキを洗練させるための材料はまだたくさん残っている。爆発的な組み合わせを出したら彼は喜んでくれると思うか。任せる。彼はブランデーを渡してくれた。よく言った。誰だって日々の食事に少々の娯楽が必要だ。それが私のモットーさ。いつかまた会う日が来たらお前に料理を作ってやるぞ。ありがとう。でこれからどうするんだ。まあ世界が飢えている限りシェフの仕事は終わらない。明日はどんな冒険に出発するか考えなければ。コーラルクラブの菓子を作って船乗りたちを驚かせてやるか、それともここのドレイドからアイデアを得て料理を作ってみるかな。うん、まあそれは好きにやってくれ。これはドラゴンフロックのジレンマか。これはまた今度にしようか。モーナード城に行く。とりあえずもう今日は一回寝よう。父を絞らぬダイルのもう出ないのかな。ましたね、ムヌブラ。急に現れたけど乗れん乗る。長いしすぎて今日が何日かもわからないなんと美しい小島だろう。空気は霧のように清らかだ。私が知っていた砂とはかなり違う。そうじゃないか、ウヌ。ウヌこのドラゴンフロッグは私の愉快な仲間だ。こいつがまだオタマジャクシだった頃から一緒でな。オタマジャクシから育つんだね、ドラゴンフロック。なるほど。このメモはそのドラゴンフロックに関するもののようだ。何？ウヌを狙う？はっ、見込みはないな。ガレンにいる間、片時もウヌを離すつもりはない。うん、頭に乗せて運ぼう。いや、ポケットがいいか。まずいな、パンツは燃えやすい。あ、とにかく、ありがとう。これを受け取ってくれ。ありがとう。おかげでウヌは無事だ。ありがとう。奴らが汚い手をかけることを思わず願ってしまったよ。視力深さを示すためにウヌはひどい火傷を残していただろう。ウヌは私に対してだけ炎を吹きかけない。そうなっていたら見物だっただろうな。これからどうする。ハンマーフェルデの仕事に呼び戻されるまで我々は休息を続ける。心配するな。ここに残っている限りウヌは目の届くところに置いておく。この島はかなり気に入ったし、ウヌも塩水の味が好きなようだ。ウヌは大事なんだな。そうは見えないかもしれないが、ウヌは我々の事業の鍵だ。やけどの危険がちらついてるとき、私に一杯食わそうなどというやつはいないからな。それにまあ愛らしいのも悪いことではない。愛らしい。彼らがウヌを奪いたいと思う理由はわかるか。推測はつく。ウヌたちの本来の生息地はハンマーフェルだ。彼はガレンに足を踏み入れた最初のドラゴンフロッグかもしれない。なるほど。まあこの見た目でわかるだろう。彼を羨む者がいても不思議じゃない。で、どうやって守るんだ。檻の中に入れてもいいが、気に入るとは思えないな。訓練プログラムに参加させるのがいいかもしれない。緊急事態に対処できるようにするんだ。もちろん私がプログラムを指導する。どう思う、ウヌ。では任せよ。
ういうの愛らしい。苦はないんだけどな。でもかっこいいよねドラゴンフロークってね。お、え、そうやって餌食べんだ、燃やすんだ一回。なるほどね、うん、よし、じゃあ次に行きましょうかね。モーナード城へ行く、行きましょう。モーナード城、確か前回ガルフェン、あなたの仲間も危険にさらされている。シーエルフは襲撃の時に相手を選んだりしない。それは否定しないよファイダ教、だがストーンロアは自分たちで身を守れる。仲間を町に連れてくるよう提案しているの。ツル地区なら受け入れられるわ。よし入ろう。初めて入ったっけな、そんなことないよね。ナルジザラ、床を汚されるのは腹が立つけど、小さなペットが新しくやってきてそこらを歩き回るのは何より胸が躍る。美人だな。レッドカードだね。ああ、ようやくお出ましか。いやいや、あ、デュレフか。プレイヤーさん多くて誰がいるか分かんなかった。いや、デュレフがウィンドラック砦での活躍について教えてくれたよ。他の2カ所はどうだった？ローレルは帰る途中で困難に見舞われたそうだ。だが彼女は私と話す前にアークドルイドラーバルを探しに行ってしまった。ちょっと待って、ステファンでいいのか、話しかけんな。デュレフは、ああここにいた。デュレフいた、うん、デュレフから先に。ステファン教にはウィンドラック砦について話したが、お前からの報告を聞きたいと言っている。うん、彼がブチギレる前に報告した方がいい。そんなキャラだっけ。いや、デュレフがウィンドラック砦での活躍について教えてくれたよ。他の2カ所はどうだった？まあまあだ。ローレルは帰る途中で困難に見舞われたそうだ。だが彼女は私と話す前にアークドルイドラーバルを探しに行ってしまった。ドレッドセールがトゥイニオを略奪し捕虜を取った。しかしサンクレフトエリアで捕虜を見つけた。そうか、トゥイニオに行ってもらってよかった、うん、言いづらい。エルダータイドは我々に助けを求めたりしないが、彼らを助けられて嬉しいよ。だがなぜドレッドセールはイリエに捕虜を連れて行った？シーエルフが捕虜を取るときは海に出てから身代金を要求してくるんだが、うん、シーロードナロスはエルダータイドの聖なる種を探している。ファイアソングドルイドのために。ドレッドセールがファイアソングサークルのドルイドと？そうだ。めったに外部の者と関わらないファイアソングがよりによってシーエルフの海賊と組むとは。そうだな。これでローレルがひどく不安そうな理由が分かった。ドラオイフェが召集された理由も。それだけじゃない、ファイアソングドルイドはストンロアサークルも攻撃した。なんてことを。ガレンにはドルイドサークル間の争いなど必要ないというのに。私はドラオイフェの立ち会いを頼まれているんだ。お前にも来てほしい。町のツル地区でローレルを探してくれ。彼女が同意すればお前も参加できる。わかった、ドルイドローレルと話そう。ツル地区は港の近く、町の東にある。町にある小さなドルイドの集団だ。私もすぐに合流する。我々がドラオイフェに参加する間、石膏をシーロードナロスの捜索に送るよう父と相談しておくよ、うん、なぜドラオイフェにオブザーバーとして招集された？私はモーナード伯爵の息子だが、ストーンロアサークルで何年も学んだ経験があるんだ。なるほどね、うん、私はドルイドの信念を知り敬意を払っている。
実際にノロイドの教えの多くを共有しているからな。サークルの外にはそういう人間はあまりいないんだよ、うん、故に私はノロイドから一定の信頼を得ている。なるほどね。モナド伯爵も出席するのか。ほとんどの貴族と同様、父はノロイドをかなり軽視している。サークルと話す必要が生じたら使者をバスティルに呼び出すだろう。ドラオイフェはドルイドの指導者の会合だ。部外者の参加は滅多に許可されないが、私はほぼドルイドとみなされている。なるほどね、うん、なぜエルダー態度ドルイドは支援を望まないんだ。エルダー態度はよそ者を嫌うサークルだ。彼らは心の底では我々がハイロックに戻ることを望んでいるだろう。ガレンのエルダー態度は我々を完全には信用してくれていない。それでもハイアイルのエルダー態度に比べれば寛容なんだぞ。ハイアイルのエルダー態度ドルイドは正面から敵対してきた。ああ、知っている。おそらくハイアイルがガレンより発展していることが大きいのだろう。なるほど。ガレンでは我々は自分たちの場所にとどまり、ドルイドたちが暮らす土地は彼らの自由にさせているからな。ストーンロアとファイアソングは同じように感じているのか。ストーンロアは信念を共有しない人々と共存することに不満を持っていないんだ。彼らはサークル外の人々が見習うべき良き手本を示したいと願ってはいるが、その手本に習うよう要求したりはしない。なるほどね。ファイアソングは閉鎖的だ。通常は自分たちの島にとどまり他者を無視している、うん、今バスティルを離れて大丈夫なのか。父の騎士が町を守っているし、港の防御は固めてある。それにお前が一旦はドレッドセールを追い払ってくれたからな。彼らの姿が見当たらないと石膏から報告を受けている。私を心配してくれているならそれには及ばないよ。自分の身は自分で守れる、うん、逆に不安じゃないか。目の見えるところにいてくれないと。すごい金ピカのお姉さんがいるな。あら、美人だね。すごいセクシーな。すごいセクシーな。この二人はなんか、あれだね、同じ、なんか鎧着てる、鎧着てるというか、同じ見た目にしてんだよな。アンジェリカさんと、スペンサー。夫婦だね、同じ名字だから。ペアルックの冒険者だ。これはあれなのかな、同じ人が2キャラ操ってるのか、それともちゃんとあれなのかね、ご夫婦でやってるのかね。夫婦でエルダースクロールズオンラインやってる人多いからな、結構、まあ、海外の人とかね。いいね、そういうのはいいね。恐ろしく幸運だな。俺がドラオイフェに招かれて参加するまでにこの島で何年も過ごしたってのに、ドルイドの信頼を得るのは難しい。ローレルによろしく伝えてくれ。彼女は最高のドルイドだ。どういう意味だ。お、バカロ卿がここにいる。レオナード伯爵は息子のステファン卿にガレンの防衛という難しい課題を課した。しかし君のことをすぐに信頼するとはね。年齢と経験を考えれば驚くべき洞察力の持ち主のようだ。それはどう、いろいろやってきたからね。ドルイドの長老たちが仲間内で議論するのを見て何かわかるとは思えない。だがステファンが重要だというなら行くべきだろう。重要なのです。よし、じゃあ行こうか。まあ、ローレルと話したら、ちょっとサブクエをちょっとやっていきたいな。サブクエがね、十分に終わってない間にね、メインクエを終わらせちゃうと、ちょっとあんまり、私的には美味しくないというか。すぐに終わるといいんだが。大体はね、まあどういう流れになるか分かんないけど、大体は、サブクエストで助けたね、人たちが、最終的にメインクエストで、最後助けてくれるのよ。演出的にね。うん、まあ、なんで、サブクエストをどんどん、まずはやっていっ
た方が物語の面白みはある。とりあえずローレルと話してから、なんか酒場に、そうだねえ彼がいたから彼と話そう。まず久しぶりだな。どこにいるの？ローレルちゃん。あ、いた。また会ったわね。なぜツルチクへ来たの？あなたに会うため。すぐにまた会えるといいけど、私はドラオイフェの準備をしないと、長老たちはサークルの間で起きる衝突に必ず対応しなければならないから。なるほど。ステファン卿はドラオイフェへ同行してほしいようだ。悪くない考えね。評議会の会合への参加を許されるよそ者はほとんどいないけれど、あなたは私たちがトゥイニュで見たものを証言できるわ、うん、ファイアソングサークルは3つの聖なる種を集めるために武力の行使も厭わないみたいだけど、そんなの間違っているわ。聖なる種についてもっと教えてくれないか。はるか昔、最後のドルイド王は各サークルに1つずつ種を授けた、うん、それにカソレインの夢という予言もね。これを警告だと考えるドルイドもいるけど、アークドルイドオルレースたちは行動の呼びかけだと信じているわ。正確には予言は何と言ってるんだ。そうね、伝達の石に来て。島の中央付近にある名所よ。直接予言を見せた方が話が早いわ。ドラオイフェダニにも近いしね。それにフリーがいるかも。きっとまたあなたに会いたがるわ。フリーが自然の霊魂。わかった、伝達の石で会おう。やっとフリーと会えるんだ。まあ行こうか。フリーは少し喋れるようになってんのかな。ちょっとずつ賢くなってってたからね。シーエルフの海賊たちは日々ずうずうしくなっている。いつになったらモーナード家は対応する気なの？ちょっと酒場行こうか。ハイアイルでこんな問題を経験してない。そうとも言い切れない。いつか奴らもラズに飽きるんじゃないか。いたね。この者はそう願おう。ラズ